サッカーファンの皆さんこんにちは、ジョン・カビラです。ファン待望のフレンドリーマッチ、マドリッド対アルゼンチンクラシック、今日の試合は解説に中野瀬戸さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マドリッド、今日は実力の白紙した対戦相手を迎えましたが、中西さん、はい、これは拮抗した内容の素晴らしい試合になりそうですね。はい、楽しみです。現在記念撮影を行っています。画面には予想フォーメーションが出ています。さあ試合が始まりました。カンビアッソ、イエロー、縦に出して、イエロー、大きく左へ展開します。大きく右へ、ミチェル・サルガド、インターセプト、マラドーン、トラップして仕掛けるか、バルワーン、マラドーン、ミドルレンジから狙った、外してしまった。コースがちょっと甘かったですけど、いいシュートでした。はい、目の覚めるようなシュートでした。このボールを得ました。左に開きます。タッチラインに逃れました。スローインから、さあ先制点のチャンスになるか。コントロールして大きくクリア、競り合って、縦へのロングパス、倒してしまいました。前、フラビオ・コンセイソン、ミチェル・サルガド、揺さぶりをかけます。ボールをもらって、マドリッド、立ち上がりここまでご覧になっていかがでしょうか、中西さん。まだスコアに大きくはないんですけどね、期待できると思いますよ。はい、ミチェル・サルガド、フォローが少ない、ビーゴ狙いますよ、ビーゴ、マドリッド、まずは先制ゴールを挙げました。見事な先制点ですね、中西さん。そうですね、このゴールがチームに活気を与えてくれるでしょう。はい、さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいております。マドリッド、早い時間で先制点を取ったということについてはどうでしょう。そうですね、できれば前半もう1点取って優位に立ちたいところですね。なるほど、そうですか。ルゲリ、ブヤウン、パスをつないで、ジュスタ、パスか自分でいくか、ブリチャラ、スペースへ出せるか、インターセプト、ルゲリ、バテスタ、さあかわせるか、バルワーン、同点のチャンス、一度ディフェンス、こぼれたところ、クロスが上がった、胸で落とします。カンビアッソ、ロングパス、ボールを受けて、スルーパスはルゲリ、クリア、うまい守備を見せます。ロベルト・カルロス、エルゲラ、イエロ、ミチェル・サルガド、ピックアップからパスが通った、当てる相手が少ない、コース空いてますよ、これチャンスですよ。ミチェル・サルガド、カンビアッソ、ここでカット、バルワーン、縦に出す、マドリッド、パスを回す、ミチェル・サルガド、エンリヘ、マラドーン、仕掛けます。素晴らしい守備、カンビアッソ、ロベルト・カルロス、マドリッド、ここまでいかがでしょうか。中盤の組み立てがうまくいってないですね。こういう時ほど丁寧にボールを回してほしいです。はい、スローインになりました。さあスローインから、マドリッド、ここまで相手の攻撃をうまくしのいでますね。はい、やはり守備が安定していると攻撃陣もやりやすいですからね、頼もしいですよ。
ボールは中央だ。ソラーリ、グラビオ・コンセイソン、ミチェル・サルガド、ビーゴ、中に上がってきている選手が少ない。おっと、倒してしまった。ここで選手交代、選手を変えてくるようですね。いや、いいタイミングですね。これで試合がさらに面白くなると思います。はい、ゴールを揺らすことはできなかった。直接狙いましたが、ボールは枠を捉えることができませんでした。いや、残念でしたね。ただ早く切り替えてチャンスをどんどん作りましょう。ハイボールを競り合う。ソラーリ、ジダン、さあ自分で行くか。ジダン、ロベルト・カルロス、大きく右へ展開します。そしてヘッドでつなぐ。どちらも譲りません。これをカット、パスをつなぎます。このボールをクリア、ボールを回してミチェル・サルガド、大きく開いて、ボローが欲しいところ、ビーゴ、ロナウド、キープして、これはクリアします。前にボールを渡しません。フラビオ・コンセイソン、ロナウド、ロナウド、ソラーリ、バテスタ、しのぎます。つないで、チャンス、狙った、ゴール。後半終了間際、リードを2点に広げた。いやー、このゴールは素晴らしかったですね。さて中西さん、ゴールが決まりました。このシュートうまく決めましたね。素晴らしい攻撃でした。マドリッド、リードを2点に広げましたが、中西さん、はい、この状態のまま試合の主導権を握ってほしいです。はい、マラドーナ、ルゲリ、バテスタ、パスを回して、左サイドから上がる、うまくしのぎます。ラインに逃れましたが、ここは仕方ないですね。はい、コーナーキックになります。アルゼンチンクラシックス、今日初めてのコーナーキックです。ショートコーナーだ。またファールがありました。カシリアス、イエロー、ミチェル・サルガド、ビーゴ、グラビオ・コンセイション、ビーゴ、中はちょっと少ない。打ってもいいんじゃないですか。大きくクリア。前半終了の笛が鳴りました。前半戦を終わりまして2対0、マドリッド2点リードで前半を折り返します。前半戦リードして折り返しましたが、いかがでしょうか。まあ、リードもそうなんですが、無失点で前半を終えたことが大きな収穫だと思いますよ。はい、そして前半終了時のスタッツですが、マドリッド、やはり前半戦を押していたことが数字でも出ていますね。はい、後半もこの調子で攻めてほしいですね。はい、ありがとうございます。現在画面ではハイライトをご覧いただいています。この後も引き続き試合をお楽しみください。後半開始です。選手の交代はないですね。うまくカットした。さあ、かわせるか。オルキス、マラドーン、カンビアッソ、ジダ、仕掛けるか。ソラーリ、打てますよ。抜け出した、シュート。これはゴールラインを割ってコーナーキック。さあ、コーナーキックです。誰に行きますかね。水がつないできた。イエロー、スルーパスを出してきた。ちょっとこれは大きすぎた。マイボールにできるか。パス、ソラーリ、ジダン、このボールを奪って、バテスタ、上がっていく、バテスタ、マラドーン、エルゲラ、
ジダン、パス通りません。右サイド、流れを切りました。お、ロングスローだ。ロベルト・カルロス、バテスタ、ディフェンダー必死にコーナーへ逃れました。いいですね、とりあえず流れを切ることも大切です。さあ、セットプレーのチャンスを得ました。合わせてきた、これはキーパーセーブしました。ミチェル・サルガド、アルゼンチンクラシックス、後半の立ち上がりいかがでしょう。できれば早い時間に点欲しかったですね。はい、パスか自分で行くか、両者なかなかボールをつなげません。外から中に3枚、浮き球、キーパーキャッチ。ロベルト・カルロス、ジダ、抜かせません。オルキス、タイミングはどうだ、狙って体を張っている。この球をしっかりと抑えました。大きく前方へ、これを競り合う。バテスタ、ジュスタ、さあかわせるか。オルキス、エルゲラ、ソラーリ、カンビアッソ、見事なインターセプト。前方へ、ここで奪って、さあチャンスボールだ。しかし合わせられない。マドリード、後半調子がいいようですが、中西さん、はい、前半より確実にいいですね。この後が楽しみです。期待しましょう。激しい奪い合い、マドリード、後半半ばを過ぎましたが、ここまでの戦いぶりいかがでしょうか。中西さん、前線にボールが入ってくるようになってきましたね。いい傾向だと思いますよ。はい、期待しましょう。右サイドから上がっていく、さあ通るか。アルゼンチンクラシックス、後半半ばを過ぎて苦しい展開が続いているんですが、中西さん、はい、ちょっと今日はチームとしてベストパフォーマンスではないかもしれませんね。そうですか。あっと倒した、ファールを取られます。選手の交代があります。この交代はどう見ますか、中西さん。攻撃に人数をかけて新しい形を見出したんじゃないですか。時計は後半の30分を過ぎています。シュート、なんとか当てた。サイドに流れました。さあ、ロングスロープ、イエロー、奪いました。前につなぎたい、チャンスになるか。フィーゴ、ロナウド、アルゼンチンクラシックス、後半ここまでの戦いぶり、中西さん、どう思われますか。はい、前半と比較してフィニッシュまでいけているんで、まだこれからだと思いますよ。はい、ブヤウン、バルワーヌ、さあこのボールを前線につなげたい。パスか自分で行くか、このパスはどうだ。バルワーヌ打った、リスティングダイ、コーナーキックになりました。中西さん、いやー、いいセーブでしたね。アルゼンチンクラシックス、今日3本目のコーナーキック。さあコーナーキックからヘディングシュート、キーパーがキャッチしました。いや、いいシュートでしたけど、冷静にコースを狙ってもよかったかもしれませんね。はい、フィー、スライディングに行った、うっと、ファールです。ミチェル・サルガド、フラビオ・コンセイソン、切って、ここで再びファールがありました。トラップして、肩パスを入れるタイミングを探りながら回してほしいですね。倒してしまいました。フラビオ・コンセイソン、滑り込む、ホイッスルはありません。さあかわせるか、ブヤウン、ベルトーン、クスーホ、ブヤウン、オルキス、バテスタ、ベルトーン、
さあこれを前に出した、つないで、これをインターセプト、ここでカット、タックルして奪います、ボールを運ぶ、左のサイドからソラーリ、ジダン、外に開くか、シュート、ナイスブロック打ってきた、あっとオフサイドを捉えてしまった、惜しかったですね、ただポジショニングが悪くないと思いますよ、競り合ってボールをもらって、ここで試合終了のホイッスルが鳴りました、マドリード勝利を手にしました。さて今日の試合を中西さんに振り返っていただきましょう。はい、今日の試合はサッカーの面白さを非常に感じられた試合でしたね。またぜひこのカードを見てみたいです。そうですね。そして試合終了後のデータを紐解いてみましょう。マドリッド、シュート数においてもリードしています。はい、攻撃の形ができている証拠ですね。今後もこういった試合を続けてほしいです。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。本日は中西哲夫さんをお迎えしてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りいたしました。それではハイライトシーンを見ながら皆様とお別れさせていただきます。さようなら。さようなら。Thank you.